無能の人、無能の人、無能の人は、杉吉春による日本の漫画。コミック爆、日本文芸者の1985年6月号より、石を売る、無能の人、鳥詩、単位資料、カメラを売る、蒸発と、続シリーズ連作。読み切り短編の多い杉作品としては、異例の連続シリーズとして知られるが、この作品を機に杉は、長い救出期間に入る。 主人公のスケは、杉江自身がモデルという指摘もある。1991年、竹中直人監督、主演で映画化された。杉が石に興味を持ち始めたのは、坂内ないし、1979年10月を書いた頃からで、その後、雑誌で、水石という世界があることを知って玉川へ行ってみると、ある人に出会ったことが、きっかけとなり、作品の構想が起こった。 自分自身が中年に差し掛かったことで散歩の日々では中年を意識して描いたが、石を売るでは高層の性格から散歩の日の主人公のようなストイック人物像では不相応と考え、奇人変人的な一種の無能の人として描いた。作品中では特に強調してはいないものの非常に自覚的な人物として想定し、相当なインテリで全てを承知してやっており、 とぼけているだけという人物設定とした。そのため、顔もアホみたいな顔つき、告げ自身の言葉ではなく、知的な側面をも持ち合わせてる人物像として決定された。作品は、連作形式が取られているが、当初は連作になる予感はあったものの、はっきりとは決めずに描き始めた。描き始める前には、せいぜい2から3作しか描けないと本人は思っていたが、 コミック学を迷子を描かねばならない状態に追い込まれ、やむを得ずしっかりした構想もないままに描き始められた。後半では、宗教や寄スの問題なども絡み出すが、最初からその思惑があったわけではなく、貧乏話中心に構想された。石を売るではリアリティを持たせるために、できるだけ自分の生活範囲内からはみ出さぬよう注意が払われた。しかし、そのためストーリーが作りにくくなった。 今度を進むは、杖との対談の中で、玉川や杖が住む団地を背景としているため、描きやすいのではと考えたが、杖はそれ以外の題材が取れず限定され、ネタを広げすぎることで虚構っぽくなりやすいため、構想の段階ではかえって描きづらかったと話している。このためあえて競輪場や玉川の渡し船など、実在するものをネタに使った。石を売るの作中では、 主人公の妻の顔が描かれなかったが、3話くらいで終わらせるつもりでいたため描くつもりもなく、女の顔を決めるのが億劫なので描かなかっただけで深い意味はない。告げ自身は妻の顔のイメージが湧かないままに描き始めたという。告げ自身は1作目の石を売るを描き上げた満足感よりは2作目の無能の人の方が完成度が高いと評価している。これは 元来自分自身が好きな世界であり、その2から3年前のノイローゼ時に古物商の免許を取得しており、骨董の世界への系統が強い時期だったことを理由として挙げている。画像はベタが多く、筆を多用し、日本画風となり、枯れた感じが増幅されているが、津げ自身は締め切りに追われたため筆で処理してしまい、悪く言えば描き飛ばしたと感じていた。 無能の人では、古本屋の病が初めて登場するが、自作にも登場させることは、付け自身構想になかった。ただ、山の井のような人物を登場させておけば後々、使えるという目論みはあった。作品は、誇張的な作風を意図していたため、寝そべってばかりいる古本屋病のキャラクターなど、現実にはあり得ないと感じたが、あえて描いた。その後、 テーマは深まりを見せ、水石にまつわるうんちくも登場し、ストーリー展開も劇的になるが、告げ自身も、テーマだけを追うだけでは面白く読ませることができないため、面白くなるよう工夫を下らしたという。作中には、代々木にある、水石趣味の教会、美石教会が登場するが、すべて告げの空想であり、実際にはそういう場所に行ったことはない。会長の家がある、 路地裏のあばら屋も創作である。後に、竹中直人によって映画化される、無能の人ではこのシーン、軽石がけ川を追っかけるシーンが、代々木の裏町で撮影されたが、次は、代々木へは行ったことがなく、町自体を知らなかった。次は、相席交換会には一度だけ見に行っているが、それは、新宿の花園神社であった。作中で神社を寺に変えたのは、ごー という最後の鐘の音を描きたかったからである。最後のシーンは涙を誘うつもりで描いたが、事実、内田春菊は感類に暮れながら読んだという。主人公のスケ女さんは、かつてはそれなりに名の知れた漫画家であった。だが、近年は仕事も減り、たまに執筆の依頼が入っても、自ら芸術漫画家を自称しているプライドがあるため、 断り続けている貧乏な日々を送っている。妻の桃子からは漫画を描けと時になじられるが、助川は全く描こうとはしない。そこで、助川は漫画以外の新たな道を模索するが、助川は中古カメラ業、古物商などの商売がことごとく失敗し、今は玉川の河原で拾った石を掘った手小屋に並べ、石を売る商売を始めた。 美術品として愛好家に、取引される石とは全く違う。河原の石が売れるはずもなく、妻に愛想をつかされ、罵倒されながらも諦めきれずに、今日も石を並べて試作に吹ける。スケ川には、夢があった。十年ほど、前まで、鉄橋の下にあった渡し場を復活させることである。ついでに河原に店を出しジュースや甘酒、さらには、好きな石を並べ高く経営しようと夢を語る。 助川に、妻は、川渡し人足の方が似合いじゃないかと罵倒する。ある日、川渡しに使われている貸しボート屋のボートが転覆したのを見て、思い切って、川渡し人足を一人百円で始めてみる。日が、暮れ、一日の稼ぎを数えていると長男が河原に、迎えに来る。長男は河原にそのままになっている石が取られないか、心配する。助川は、妻が、 父ちゃんは虫けらだと言っていたことを、長男から聞かされる。古本業者の山野井から、石の愛好家の専門誌をもらった助川は、石のオークションに、自分の石を出品しようと主催者の、美石協会の石山とその妻の立子を訪問する。採石した石を抱え、オークションに参加する。結局石は一つも売れず、家族で絶望する。知人の鳥屋の親父は、 インコなどの人気のある外来種を嫌い、飼育の難しい和蝶の実を扱っている。丹精込めて育てたメジロだが、今は昔と違い誰も見向きもされない。スケと同じく女房にも罵倒されながら、和蝶の愛好家が店に集まってきていた、過去の栄光が忘れられない。その親父から、スケは昔店に鳥を売りに来ていた、鳥石の話を聞く。 古本業者の山の井に思いがけなく、スケカワの原画を欲しいという客があり、3万円の臨時収入が入る。スケカワは採石を兼ねて家族旅行に出かける。かつて漫画に限界を感じたスケカワが偶然立ち寄った骨董屋で見つけた壊れたカメラを修理したところ思わぬ高値で売ることができた。これに味を占めたスケカワはたまに来る漫画の依頼も、 そっちのけで妻の不安をよそに、中古カメラの販売を始める。いつも寝てばかりで無気力の古本や、山のい書店、病をもじったものとの説ありの山の井から、彼の故郷の誇りだという井上清月という、隠れた廃人の全集を借りる。読み進んでいるうち、古事記、清月と言われた廃人の一生と、自分や山の井の人生を重ねていく。一般にあまり知られていなかった。 五木の反省や俳句を詳しく紹介することになった漫画である。竹中直人の映画初監督作品、上記の原作がモチーフとなっているが、げの他の作品、退屈な部屋、日のタワー群れなどが、スケカワ夫妻の過去のエピソードとして使用されている。また予告編はおよそ、げ作品とは思えない、制作秘演などのアメリカ大作映画のような、大げさな演出がなされている。 ナレーションは竹中本人によるもので、最後に、僕、無能、と、すっとんに叫ぶのも特徴。映画内容は原作を忠実に再現することに、こだわり、これには、告げ本人も相当驚いていた。また、ゴン父による、テーマ曲、インストゥルメンタルは、畜中による詩が後付けされ、当時発売されたガイド本、無能の人の勧すすめに掲載された。 ビデオソフトの特典映像にはこの曲を竹中が歌うバージョンが収められている。1998年7月テレビ東京の深夜、ドラマ、告げよしはワールドにおいて放送された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。